よ、足立さん。おう、春日、一緒に飲もうぜ。今日は俺がおごってやるよ。お、珍しく景気がいいじゃねえか。今月の送金も無事に終わったからな。マスター、飛び切りうまくて驚くほど安い酒くれよ。無事に高志君に送金できてよかったな。ああ、それに今日はこいつが届いてよ。高志からの手紙だ。これが月に一度の俺の楽しみでな。おお、よかったな。もう読んだのか。いや、これから開けるとこだ。司法試験合格の知らせが書いてありゃいいけどな。早速読んでみようぜ。山田様へ、今月もお金を送っていただき本当にありがとうございます。笑うところか。山田さんって名前がな。仕方ねえだろ、俺は資産家の山田を名乗ってんだから。ほら、続き読むぞ。僕は今年の司法試験を間近に控え、慌ただしい日々を過ごしております。だってよ、司法試験はこれからなのか。今年こそは頼むぞ、高志。続きはなんて。突然ですが、山田さんにご相談があります。先日、僕が自転車に乗っている際、止まっていた車のバンパーをこすってしまいました。それはとても高級な車らしく、車のオーナーから100万円の修理費を請求されました。今の僕にとてもそんなお金は用意できません。山田さん、どうか貸していただけないでしょうか。弁護士になった暁には必ず返します。だってよ。っておい、どういうことだこれ。バンパー修理に100万。俺に100万なんてあるわけねえだろ。そもそも気軽に貸してくださいなんて額じゃねえぞ。んなこと言っても、隆君は足立さんを資産家だと思ってんだろ。そりゃそうだけど、現実の俺は金なんてねえしよ。どうすりゃいいんだ俺は。おなりゃ気合い入れて稼ぐしかねえな。そうだな。だが100万はちょっとやそっとじゃたまらねえぞ。そこを気合でやり遂げるんだよ。熱い思いは十分伝わったが、根性論にも限界があるしな。100万円か。どうしたものか。ん？あれ？どうした？ちょっと冷静に考えてみろよ。バンパーの修理に100万ってのは、いくらなんでも高すぎると思わねえか。確かに安い軽自動車が買えちまうな。ひょっとするとこいつは詐欺の可能性もあるぜ。詐欺？なあ、わざと狭い路地に車を止めて誰かが擦るのを待つんだ。そんで言いがかりをつけて金を踏んだくると。確かにあり得るな。高志は勉強ばかりして世間知らずなところがあんだ。車のことなんて何にも知らねえだろうしな。そこでだ、足立さんが車のオーナーに直接会うってのはどうだ。示談交渉って名目だよ。なるほどな。そんで相手が詐欺だったらこっちのもんだ。力ずくで修理費を取り下げさせてやるぜ。春日に相談して正解だな。サンキュー。いいってことよ。早速高志に手紙を書いてオーナーの連絡先を教えてもらうよ。ふん。なんとか大ごとにならずに済みそうだ。でも完全に安心するには早いぜ。なんでだよ。世の中には信じられねえくらい高い車もある。高級スポーツカーの限定モデルなんかには何億って金額のやつもな。もしも高志君がこすった車がそんなのだったら、バンパーだけで100万円ってのも詐欺じゃねえかも。待て待て待て、そんな車めったに見るもんじゃねえ。絶対詐欺だ、間違いねえ。あんまり楽観的に考えるなって話だよ。楽観的？ポジティブ思考って言えよ。さあ、嫌なことは酒を飲んで忘れるぜ。マスター、強めの酒をくれよ。つけて頼むよ。